ホラガ峠交差点峠の茶屋ホラガ峠は、京都府八幡市八幡南山と大阪府平方市、高野道、長尾峠町の境にある峠。かつては、東高野街道の中継地であり、現在はその少し東を国道1号が通っており、峠のすぐ北に、八幡ホラガ峠交差点がある。峠ではあるが、曲がりくねった坂道はなく、 戦形の良い勾配の緩やかな四車線道路である。天正十年、本能寺の変土直後に、四君、織田信長を討った、明智光秀の軍と信長の重臣、橋場秀吉の軍が、山城国山崎において激突した。この時、明智、橋場の双方から火星を依頼された、山和の大名、筒井淳慶は、一度は明智側に従って、 山崎の南方にあるホラガ峠まで兵を進めながらも、最終的にはどちらに着くか、日和見をしたとの伝説があったため、日和見することをホラガ峠あるいは、ホラガ峠を決め込むと表現することがある。しかし、この伝説は史実に反しており、筒井順慶は、最終的には、ホラガ峠に着くことなく、大和へと撤兵して、中立を保ったと言われている。 史実に関連するものの他に、この峠は経野と大阪を眺望できるため民話の舞台となった。筒井康隆は筒井淳慶にて山崎の戦いを一望する様が想像に固くない、その眺望が後世の人間に日和見伝説を生ませたのではなかろうかという考察を書いている。平方市川の高野堂、長尾峠町は共に、 河内国方の郡長尾村の出境で、江戸時代以来の集落であるが、現在の住居表示は1975年に実施されたものである。1966年に平方バイパスが開通したが、1990年代初頭までは、峠の周囲は雑木林で、照明設備も少なく、昼夜問わず、寂しさを感じさせていた。1990年代に入って、 峠周辺の様子は一変した。住宅地や学校が建設され、交通量が多いことからアミューズメント施設やファミリーレストランなども続々と建設された。峠の北側は、八幡市東部や京田鍋市西部に造成されたニュータウン、京阪東ローズタウンの玄関口となり、交差点には道路照明も整備された。その結果、一部若干緑が残るものの、 峠の周囲はほぼ開発された。旧東高野街道もその痕跡をたどることが困難となっている。ありがとうございます。